はい、ありがとうございます。先ほどまでは石山さんが JICA 海外協力隊で東ティモールで何をしてたのかっていう部分をお聞きしたんですけど、この動画では今石山さんは何してるのかっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、そもそも JICA 海外協力隊東ティモール2年間終わるじゃないですか、はい、2年間終わってどういう道に進もうっていうふうに考えられたんですか。まず日本に帰国して、そこでコーヒーの製造販売業を日本国内で行うっていうことを想定して東ティモールに行きました。はい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 。ってことはそもそも確かに焦点もコーヒーでしたもんね。はい、じゃあコーヒーを東ティモールでは学べたって感じなんですかね。そうですね、基本的に東ティモール国内でのコーヒーの動きと、あとは隣国外旅行って外の国に出れる期間があるんですけど、それを使って3ヶ月に1回ペースでインドネシアとかに行って、そういったことをやってました。あ、そうなんだ。じゃあ実際東ティモールに行くじゃないですか、東ティモールでコーヒーとかの何を学んだんですか。どういう風に生産されてるかみたいなところですか。そうですね、生産事情であったりとか流通事情であったりとかがまず一つポイントとしてありました。でそれとは同時に、まあ、そのエリアによってコーヒーの歴史的な部分だったりとかがあったりするので、うん、そういった部分を学んだりとか。なるほど。じゃあ実際それを目的にして東ティモール行きました、はい、そのノウハウが学べたとして、次行うアクションとしてはコーヒー作っちゃおうみたいな感じなんですかね。そうですね、コーヒー作っちゃおうっていうところで、消費国での生産工程があるので、そこを今注力してやっているっていうところですね。あ、そういうことか。実際今どんな事業をやられてるのかっていうところも改めてお聞きしたいんですけど、どんなことされてらっしゃるんですか今。現在はバックルコーヒーというスペシャルティーコーヒーといわれるハイクオリティのコーヒーに特化したブランドを立ち上げて、今6年目に当たります。あ、そうなんですね、はい、6年目。2016年の9月末に帰国して、はい、2016年の10月1日に事業をスタートさせたので。あ、そうなんですね。え、それは法人化させたってことですか。法人自体はもともと祖父の代から営んできた法人がありまして、僕が3代目になるんですけど、シャッターの事業は終えて、はい、コーヒーの事業に切り替えるって形で。やばー。え、じゃあもともとシャッターの会社だったのをコーヒーの事業に変えたってことですか。そうです。めちゃくちゃ業界転換ですね。そうですね。それをやろうとした目的はスペシャルティーコーヒーっていうところを1200円っていう高い金額ではなくて、ある程度皆さんが飲めるような価格帯で出せるようにするっていうところを注力してたってことですよね。そうですね、まずそもそもなんでそれをしたかったのかなっていうところなんですけれど、僕自身がその一杯をコーヒー飲んだ時に、あ、すごい美味しいなっていう、ちょっとポジティブな感情の変化があったんです、ね、なるほど。でコーヒーって僕はそれまでなんとなく飲む飲み物だったんですよね、うんうんうん、何も考えずにとりあえずコーヒー、わかるわかる、っていう飲む飲み物で、わかりますわかります。ただすごいのが毎日飲むんですよ。確かに毎日5分かけて飲むんですよ。なのでその美味しいコーヒーを作って届けることによって、うん、すごい小さなことかもしれないんですけど、その一杯のコーヒーを通じて人々の毎日の5分間にポジティブな関与ができるなっていうところに魅力を感じて、まず美味しいコーヒーっていうところを製造販売したいなっていうところが、あ、そういうことだったんですね。当初から今にあたる目的ですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、でその中でバックルコーヒーっていうブランドでやってるわけじゃないですか、はい、バックルコーヒーのこのバックルってどういう意味なんですか。このバックルっていうのがベルトの金具の部分なんですけども、はい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 、世界のコーヒーの生産地が赤道に沿った帯状に広がってるんですね、うんうん、生産地の帯状のことを世界ではコーヒーベルトと呼んでまして、なるほど。で僕らはこの生産地のベルトの結び目にコーヒーを通じてなるよっていうところの思いから、うんうん、この金具のバックルっていうところ、かっこよすぎなんだけど、ちょっとありがとうございます。そういうコンセプトでやってたんですね。そうなんですよ。ああ、なるほどな。もう少し販売体験聞いてみたいんですけど、はい、コーヒーって言っても売り方いっぱいあると思うんですよね、はい、例えば個人に対してそのコーヒー一杯を提供するっていう方法もあれば、コーヒー豆自体を販売するっていう方法もありますし、コーヒーの製造機みたいなところを売るっていうところもいっぱいあると思うんですけど、はい、どういうビジネスモデルでやろうとされてるんですか。ビジネスモデルに関してはまず一般消費者向けのサービスと法人向けのサービスが大きく分けると2つあります、はいはい、それをカテゴライズすると4つのカテゴリーに分けられるんですけど、はい、店頭での小売りと EC が一般消費者向けのサービスです。で法人向けのサービスは3つ違ったターゲットがありまして、1つ目が飲食店とかホテル、レストランとかですね、カフェとか、うんうんうん、そういったところ向けのサービスで、料理にはこだわってるんだけど、どうやったら美味しいコーヒーをメニューに加えられるのか、どうやってこだわればいいのか分かんないっていう声が結構あるので、そういったところで、であれば我々が持っているノウハウと製造のインフラを通じて、そこに美味しいコーヒーを出せるような環境を一緒に作るっていうコンサルティングみたいなところですね、はいはいはい、コンサルティングと卸業っていうのを合わせた飲食店向けのサービスがまず1つ目と、2つ目が法人でオフィス向け
向けのサービスです、はいはいはい、結構社内環境で美味しいコーヒー飲めるようにしたいっていうようなニーズ、特にここ10年ぐらいだとシリコンバレーとかの IT 系の企業とかはエンジニアさんがずっと社内にいるので、社内の環境で美味しいコーヒー飲めるようにしてくれっていうのが結構あったりするんですね。日本国内でも我々のお客様でも IT 系の企業様とかでそれを導入することによって社内のパフォーマンスが上がったよ、コミュニケーション上がったよっていうような事例があったんで、であればそれは大きな会社じゃなくても中小企業、零細企業でもそういった環境が作れることによって労働環境の改善ができるんじゃないかっていうところで、はい、法人向けのオフィス向けのサービスが2つ目、うんうん、で3つ目がプロスポーツチームの試合の会場でのブース出展とかイベントとかですね。なるほどね。そういったところでの法人向けのサービスっていう主に3つの法人向けのサービスと個人向けのサービスっていう4つの柱で今事業は行ってます。なるほど。その中で例えば法人向けに対して言うとコーヒー豆を提供する卸っていうところと、実際にそれを飲んでもらえるような環境を作るっていうところあると思うんですけど、その飲んでもらう環境っていうところは機材とかも全部用意してお渡しするみたいな感じなんですか？そうですね、機材とあとは使用する豆だったりとか、はいはい、その機材に使う洗浄剤が必要だったりとか、ね、カップとかの包材があったりとかっていうのを全部オールインワンのパッケージにしてサブスクモデルにして導入していくっていうようなサービスになります。そういうことですね。じゃあ企業さんはお金を払うだけですぐにコーヒーを飲めるような機材とかも全部用意してもらえるっていう形なんで。そうです。でそれをサブスクでちゃんとやろうっていう形なんで。そうです。なるほど。実際それサブスクでやるとするじゃないですか。そうなった場合って企業さん側からしたら、じゃあそのサブスクの料金を払うだけで何杯飲めるのみたいな感じになるじゃないですか。なります。実際どういう感じなんですか？基本的なパッケージとしましては月にだいたい220杯ぐらい飲めて、1杯あたりの単価が100円から150円の間で飲めるような感覚ですね。ああそうなんだ、はい、でも1杯150円とかの価格設定だとしたら、スペシャルティーコーヒーなんだとしたら単価は他のよりも高いですよね。高いです。でもそれはじゃあコーヒー屋さんで飲むよりは圧倒的安い。圧倒的安いです、ね、じゃあそれ機材とかに特殊なやつとかを入れてらっしゃるんですか？そうですね、機材で言うと、うん、我々が今選定した機材がスイスのメーカーなんですけど、はいはいはい、そこに至るまでも実際に周りの企業さんにデモ機としていろんな機材導入させてもらって、アンケート取りながら使いやすさとか味とか、やばそうなんだ。例えばジムの人がやると、はい、これすごい洗いづらいですとか、うんうん、あるよね、そういうのがあったりするんで、ユーザビリティのところっていうのをどんどんデータ集めながら、はい、その機材に最終的に選定していったっていうのが、やば業界転換になるって。そういう市場調査とかユーザビリティの向上のためにトライアルをしないといけないじゃないですか、はい、それやるところも含めて初期投資どれくらいかかったんですか？総額で言うと、うん、建物の建て替えとかもあったりするんで、うん、1億5000万は超えてます。1億5000万やば。借り入れですよね。借り入れですめちゃくちゃ大きいリスクですね。そうですね。そうなんだ。でももともとシャッターの販売をしてたわけじゃないですか、はい、そこを建て替えたっていうのは何に建て替えたんですか？1階がコーヒーの製造兼販売所になって、はい、2階3階は今マンションになっているんですけれども、もともとは1階建てのちょっと天井が高いシャッターの資材置き場だったんですね、うん、我々がいる東京の大田区ってそういった町工場がたくさん点在している場所なんですけど、うん、我々ももともとはその町工場の一つとしてあって、そういった環境を活用できないかなっていうところで、うん、すごい天井が高かったんで煙が上に逃げてくれるんですね、うん、なのでコーヒーの焙煎っていうんですけど、その時に出る煙が中に充満しないで上に逃げてくれるっていうところで、すごい相性がいいなっていうところでそこを活用して、うん、なるほど。1階がコーヒーの製造と販売 で2階3階がマンション。そうです。そうなんですね。実際コーヒーの焙煎とかするじゃないですか、はい、その匂いっていうのを外に放出しますよね、はい、2階3階の人たちっていうのはコーヒーの匂いめっちゃついちゃうんじゃないですか？そこを解消するために、はい、焙煎機って焼く機械と煙が流れるダクトの間に煙と匂いを90杯以上消せる機械を入れたりする。やば効率的に別にそれは入れなくていいんですけど、うん、ただ住環境とかそういった長いスパンで街の中に溶け込むっていうところを考えると、うん、まあ、そういったところをやって製造環境を整えていくっていうところで、うん、なるほど。そういったところにもお金をかけてます。ああ、じゃあそういうところを含めて町工場の上に人が住めるような環境を作ってると、そこの収益も会社としての収益ですよね？そうです。ああ、なるほどね。面白いですね。まあ、最後にっていうところで石山さんにお聞きしたいなと思ってるのが、今後どうしていきたいかっていう部分をお聞きしたいなと思っていて、はい、今後はどうしていきたいとか何かあったりするんですか？しっかりサービスの質を向上させるっていうのは絶対条件としてありまして、はい、でその上で僕らが一つ大事な指標としているのがコーヒー豆の取り扱い量っていうのはすごい大事なポイントとしてまして、 そこが増えれば増えるほどその生産者に対するインパクトもしっかり大きくなっていくと思うので、ポジティブなインパクト
を残したいっていうところで考えると、しっかり成長してコーヒーの取扱量を増やしていくっていうのがしっかりと続けていきたいポイントですね、うん、なるほど。じゃあそこを今後は高めていくっていうことですね。そうですね、引き続きそこは一つ重要な指標として伸ばしていくポイントです。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で今コーヒーの事業をされていらっしゃる石山さんにお越しいただきました。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。